腹いった。前回のワニに追いかけられてなんとか逃げ切りここに到着したんだけど、この先よ、みんなここの映像大事だからよく見とくようにね。何者だ？アネット・バーキンよ。そう、この人追いかけてたのよ。あのアネットを追えっていうミッションだったと思うんだけど、この女の人を探してこの地下牢まで来たんだよね。それは無理ね。これは警告よ。すごいよな、この銃突きつけられて無理よって言える精神力、胆力。ほら、ここでレオンに被弾してしまうと。で、G ウイルスっていうのが、バイオの映画とか見たことある人はね、T ウイルスは知ってると思うのよ。タイラントウイルスは。G ウイルスはね、またちょっと、さらに一つ上進化してるウイルスなんだね。彼女を止めるんだ、早く。ウィリアム・バーキンいたじゃん。あの、片腕ムキムキマッチョメン。あいつも G ウイルスに感染してた、被験体っていうか、研究員なんだね。研究者。さあ、ここからですよ。アネットを追ってる。レオンが撃たれてちょっともう瀕死でね、動けない状況なのよ。もうきっとね、救急スプレーとかでもね、復活できないぐらいの怪我を負ってしまった。だがアネットは追わなきゃいけない。さあ、じゃあどうするかと。そう、プレイヤー変わりまして、エイダ・ウォンを操作することになります。で、このエイダちゃんね、なんと武器がね、これだけなのよ。ブルームのハンドガンだけで、弾も9発しかなくて、かなりね、厳しい戦闘になります。かといってナイフとかを持ってるわけでもない。とここから本当の地獄始まるんだよな。じゃあ行きますか、とりあえず。今までさ、ハンドガン撃ってミスだ、あはははとか言ってたじゃん。もうそれ許されないからね。で、できることがね、エイダもう一つありまして、これ登るとするやん。そしたらさ、ファンみたいのがあって、奥通れないのよ。そこで使うのがこちら。検温器ですね。はい、嘘つきました。スキャナープロジェクターです。これを、構えて、こういう黄色いところに、照射し続けると、ハッキングができるのよ。ほら、動いたでしょ。で、さらにそれを、暴走させることにより、このファンを、破壊することができると。で、道が作れるっていうね。ちょっと変わった武器を持ってて、これをうまく活用して先に進んでいくと。だが、しかし、これをやってる間は無防備だ。気をつけろ。あ、すげえ、一応、ライトになるんだ。うわ、ここ、うわ、申し訳ない。うわ、ごめんね、食事中の方。ちょっと上向いて歩くね。あんま、見たくない人も、あ、上向いたわ。ごめんな、みんな。すまねえだな。で、これも同じくで、黄色いところを探して、あった。ここハッキングして、で、これを起動させると。で、暴走させて、結構時間かかるから、もしね、この最初に敵に襲われたら、大変だよね。じゃあ行くか。俺ね、なんか覚えてるのが、ここすんごいね、いたね、ゾンビちゃん。で、ここの扉を開けるために、ここハッキングしなきゃいけないんだけど、その間もね、ずっとゾンビがね、うろしてるわけよ。ほら。そこはハッキングしといてよかったのか？この時マジ無防備。キモズンギベイベー。回復薬もないから、ガチで丁寧に行かないといけないんです。だからオラオラープレイが、ね、できないのよ。ここ切り替える。で、一旦避けて、多分そこが開いたね。ここさ、弾とかなかったっけ？書類だね。リストタグ。おぉ。なんかまあ、あるよっていう、おぼし飯を受けましたね。で、じゃあ行きますか。でね、あいつもね、まあ平気で入ってくるわけですよ。だからこいつは、後ろずっと追いかけてきて厄介だから、
あのね、こけさせとく。で、這いずりにさせとくことによって、追いかけてくるスピードがめっちゃ遅なるから、それであいつとの距離を取りつつにしたいんだけど、マジ平気でいるのよ。今ので弾さ4発ぐらい使ったのにもかかわらずさ、ほら、ゾンビの出てくる数がね、異常なんです。やばいな。これ非常に。画面もね、真っ暗でね、マジで見えないのよ。これ、青い線今辿ってってるからね。こっちの方に向かってる。でもこっち確か行けないよな。行き道だった気がする。行き道だ。やべ。やってんね。最悪ー。いや、待って、マジで。エイダね、体力がね、軽いって言ったらあれかもしれないけど、すごいね、神なのよ。走行が。で、今、ゾンビが落ちてきたと。けど、一旦このゾンビ、仕方しないと、やっていけないです。これなんだっけ？あ、これなんだっけ？スタングレか。一旦リロード挟んで、こいつもね、やったもう最悪よもう使っちゃったよ。はい、とりあえずワンダウンしたけど、やばいなこれ。ちょっと転ばせたい。オッケー。一人ぐらいだったらまあなんとかなるでしょう。で、これがあった、これだ。これをハッキングします。ごめんね、真っ暗でマジ何も見えないのよこれ。しんどいのよ。あー、ぐるっと待っておくだ。で、この時気をつけなきゃいけないのが、最初転ばせてたゾンビがどっかにいる可能性が。あ、いたいた、こいつね。こいつに気をつけなきゃいけない。危ない。で、エレベーター乗って行くと。これ覚えてるわ、ここ。で、ほら、おるんよ。アネットが。で、アネットだー、わーって行くと、死ぬのよ。これ大丈夫かな、一発で行ける俺。大丈夫？あれ、すごいの出てくるよ。すごい。エイダのきめ細やかな、綺麗な肩が。どうしよう。はい、今ね、ドドドドドドって地震が鳴ったんだよね。あのコントローラーにすごい振動が来たんだけど、ここ見てて、見てて。あれ、どっから来んだっけ？あれ？あれ、どっかからなんか来てるよ。まあ、いいや。なんか来てるからね。なんか来てるから早く行こう。ドシンドシンなんか懐かしい音が聞こえてるけど。はい。やつが来ます。やつが来んのよ。やばすんぎなんだよ。で、しかも暗いからさ、全然先見えんし。やつの行動を見つつ、ハッキングをしなきゃいけないんだけど、普通のゾンビと違って、もうキモいぐらい早いのよ。外に続いてるな、線は。やばい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 。上。あ、やばい、これやばい。やばい！回復薬がないから、危ない。あそこだな。あそこハッキングして、変えなきゃいけないね。いや、ダメだこれ。あー、マジめんどくせー。どっち来る？
どっちから来ても変わんないか、距離的に。オッケー、切り替えた。で、走って、近いね。オッケーオッケーオッケー。これ、いけんちゃう？いけるね。いっちゃ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 い。オッケー。あぶね。怖すぎだろ。オッケー。いっちゃ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 。よいしょ。で、安心はまだできないと。これはあれなんだっけ、この後やばい、覚えてないかもしれない。あれなんだっけ。まあいいや、進めばなんとかなるでしょ。ここも特に見るものはなさげっティだから、このままじゃあアネット追ってくんだけど、アネットもそう簡単にね捕まるようなバカな女じゃないのよ。一研究者でも犯罪者だからな、言い方悪いと。どっかになんかなかったっけ。これ怪しいね。何3つあんだろうって。怪しいね。やべ、画面が暗すぎてマジ何も見えん。何も見えない問題発生してんだけど。ね、元をたどってくわけでもなさそう。上か？これは。やばい。全然覚えてないぞ。こう繋がってるでしょ。見えた。隙の糸が見えましたね、今。あれ違う。隙の糸見えなくなっちゃった。あ、そこだ。ここの階段登って、アネットは本当にこっちの方に来たんか？はい。点検報告書。焼却炉の異常については心配には及びません。はぁ、あ。焼却炉。多分これのことだな。これ。まあ、これに異常はないよって言ってんだね。じゃ、ちょ、開けちゃおうぜ。リストタグっていうの今求めてんだべ。開いた？開いたね。行こう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 。ゴー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 。よし。で、この焼却炉にさ、入んのも頭おかしいよな。あれ、ピコピコ光ってるっしょ。あれを欲しいんだけど、あれこいつ動いたっけ？キャ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 、腕は腕はだ。これリストタグね。で、拾った瞬間にね、閉まるわけです。で、綺麗なおみ足。あれはアネットの足だね。やるじゃない。で、こっからだよ、大変なの。こっからマジ大変です。分かったから。分かった。今のうちに場所確認しとこう。ここでこう繋がってるから。はい、焼却炉に入れられた瞬間にね、なんと燃やされそうになるんです。で、ここでひっついた。で、次。はい、ここ切り替えて、を切り替えます。で、いや、ここ切り替えなくていい。はい、ここ上げとく。で、こっちにつなげるためには、ここ切り替えます。で、ここ引っ張るでしょ。で、真ん中は、上通ってって、ここに繋げなきゃいけない。え？やばすんぎなんだけど。あ、これ死ぬ？あ、一個一個これでこう外さなきゃいけないのか。あ、失礼いたしました。
で、こう、0秒になった瞬間にね、なんかものすごくね、勢いでね、燃えるから、もうね、照射することも許されないの。ちょっと、マジで言ってんの？ああ。上手に焼けちゃったよ。え、これさ、初見、殺しなんて言い訳はしないよ。初見じゃないもんだって。いや、あるじゃないわ。分かったけど、早くしてほしいのよ。あれを狙ってるのは私だけじゃない。はよ、はよ。はよ。道連れがいてよかったわね。はよ、はよ。さあ。まずここつけます。で、ここで繋がったから、ここまず爆発。これも長いのよな。はい、1個爆発。で、ここの向き変えます。で、ここが繋がるから、ここ爆発させます。次、真ん中。真ん中を繋ぐためには、ぐるりとぐるりと回って、ここを切り替える。これでいけんのじゃない？来た！オッケーオッケーオッケー！もうね、考えれば簡単。もう20秒近く余してるからね。う？やってくれるわ、アネット。いやー、やってくれるわ、アネットで済まされんけどな。リストタグの。そう、これ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 。これがリストタグ。ゲスト用って書いてあるけど、まあ、これがあれば、先に進めるよと。多分無理ね。いや、もう無理だろうね。返却する相手いねえしな、まず。こっちは正規か分かんない。弾か回復欲しいな。できれば弾が欲しい。こっちは？こっち特になんもなしか。ポイズンだね。でも先進むしかねえな。いや、レオンの頃のあの物資の潤ってる状況がものすごくありがたいということがこれ分かりますね。うん。あ？なんか、怪しい匂いがプンプンするよ。いけるのか？いけないのか？いけるのか、いけないのか、いかないのか、行くのか。いけないのか、行くのか。あれ、これなんだ？あ、アネットに完璧のもう手のひらで遊ばれてるわ。追いかけっこを続けるつもり。ゲームは終わりよ。あなたの負け。聞いていい？旦那さんは元気かしら？これエイダ知ってるんだね。G を独り占めするために殺したとか。面白い考えね。あなたが協力しないならネストに向かうだけよ。ここで出た新しい技、ネストね。このネスト、後々に出るから皆さん大丈夫ですよ。なんもないよね、キューティーとか。運動神経やばすぎん？エイダ。で、ゴミ処理場に落とされちゃうんだね。さすがのエイダも、うわ、これ、うわ、悪すぎんよな。木の枝刺さっちまってるで。これレオンのことね。だからここの段階でもうお互いちょっと意識し始めてんじゃないんでしょうかというところですが。これでレオンに帰ってくるんだっけ？帰ってきたね。うわ、もうこっからだ。ようやく今日の実況ちゃんと進められる。やっぱ弾がないとね、心に余裕が持てない。お目覚め？エイダが治療してくれたんやな。で、ちょっと恋心くすぶられながらも。エイダ。これさ、直帰来てないのかな？直帰に当たってないのか？直接地肌に入っちゃったんだ。よし、オッケー。体力は未だにコンション。うわ、これこれこれ。ようやくようやく。どこだ？全然何着ても怖くない、今。こっちから来たから、これは普通にエイダを追って走っていけばいいのか。こっちか。エイダ！あ、これね、さっきあの電気エイダが通してくれてたから、通れるようになってんだね。エイダはゴミ処理のところにいるから、なんとか救い出したいんだが、なぜかここに。
アイテムボックス、そしてセーブポイントがある。じゃあ一旦ちょっと整えるね。はい、アイテム整いました。はい、回復とりあえず2個手にだから持ってるから握りしめてるからなんとかなるべ。で、困ったら破片手榴弾が3つあるから、それも猛満体なんだけど、アイテムがないな。これもそのまま行っちゃっていいのかな。エイダがいると思われているこの水門のところに行きましょうかって言ってもね、バイオあるある、足場が悪いところね、なんとも行きたくないですね。いや、物資マジうまいな。弾52発だぜ。あ、グッドスマイル。スマイルズグッド。ここ、ワニシャンに追われてたところなのでは？あ、ここもアイテムないね。ちょ、物資はね、ちょっと、すかさず拾ってきたいね。ねんだもんだって。あの、いや、手には入るよ。めちゃめちゃ美味しいからいいんだけど。どっち行こう？迷ったら人間は左って言うけど、俺はクラピカ理論を信じて右に行こう。クラピカさんはね、もう、偉大ですから。間違ったこと言いません。ここ登ってはいいんだけど、ここアイテムないか。こういう端っこでね、だいたいアイテムがね、ないんですよ。行こう。あー、わ、ここにも悲しい悲しい。特殊部隊だよね、これ。一般人ではない。それ起こせ。特殊部隊のデジタルビデオテープ。やっぱ特殊部隊なんだね。でも特殊部隊がなぜってところなんだよね。まず。だる。おい、マジかよ。でもハンドガンの弾結構あるからもう。もうなんかさ、やばいよね。俺の場合よ。しょっぱなのけレオの弾使おうとするとさ、ほぼ外すんよね。ちょっと適当になりすぎてる。やばすんぎ。さすがにこれはふざけすぎ。ちゃんとやろ。わざわざ自らそんな自分を苦しめるようなことをしなくていい。たまねえかな。今無駄にした分返してほしいんだけど。ファシリティだって。開かない。鍵が必要だね、今のところは。で、こっちは？いるね、ゾンビ、普通に。一旦でもそこ無視して。まあ、何かしらいろいろあるけど、一旦そこを無視しよう。ここ鍵がかかってるわ。で、多分バレたわ。いやいやいや、なんでなんでなんで、お前、どっから来た、お前。ずっとあれかついてきたんか。タイミングよく。ここです。ダブルキル。嘘、なんで？なんでな、お前。ここのやつやっちゃうか。はい。あ、クリティカル入ったね。多分今の音に釣られてくるから、ナイフがね、ないんだよね。よし。俺使ってるこの今ハンドガンがね、アルバート・ウェスカーのハンドガンだから、威力、マシマシなのよ。けど、この標準の縮こまるこの速度がめっちゃ遅いのよ。で、縮こまらないと威力が上がらないという事実。ここも金。あ、これさ、間違えた。左からだった。クラピカ信じない方がよかった。これまただって水門の方出てるでしょ。で、コンバットナイフ、ナイス。下水道のこっち側出てきたね。ここはもうアイテムがないけど、登れるとこなんかないよ。そこも下通れないしね。こっちも行けないし。あ、やばい、落ちちゃった。あ、やっちゃった。これはね、非常にまずい展開です。
見える？あれなんかナマコみたいなのいるでしょ。あのナマコがやばいの。でなぜか意味深にここにブルーハーブが落ちてると。これ調合しとこう。マジか、ここでか。あ、思い出したぞ。変な、ほらプシュン消えたっしょ今。いや、物は試して突っ込むか。なんか俺の場合をビビりすぎだよな少し。よくないよくない。あ、よくないよくない。いる。ほら見て、あいつが今回の、なったんだろう。雑魚敵です。で、子供産んでああやってってくんのよ、マジ。やらしいわね。陸上がろうか、一回。で、寄生虫パラサイトみたいなのを、産むのよ。ガキを。で、ガキはそんなね、寿命が長くない。短命だから、大丈夫なんだけど、あいつ、だるいから避けよ。そのまま特攻だ。あいつね、硬えのよ。バカみてえに。キッシーほど硬いのよ。だ、戦わない方が一番いい。もしくは、掴んでくんだけど、その時グレネードをもう、加えさせんのが一番だった記憶があるけど、まあ、戦わないからいいや。オープン。これさ、明らかにさ、エイダがいたところとは全く違うところを通ってるよね。で、今レオンが言った通り、ここにケーブルカーがあると。何のためのケーブルカーか。ああ、それは先ほど話に出ていたところにヒントが隠されていた。で、ここゾンビいたっけ？あ、なんか匂うぞ。うわ、気のせいだ。全部気のせい、俺が言ってること。あ、ショットシェル。ショットガンシェル、月中。今日ちょっとがっつり進めたいな。ちょっとがっつり行きたいんだけど。アンブレラ社、アンブレラ本社宛てのメールの写し、オーエンズ室長。ああ。ネスト内に、これさっき言ってたやつだね、ネストにどうちゃらこうちゃらっていう、そのネストももう終わってるよって話をしてるんだね。応援室長、そうか、あなたたちが。黒幕がいたんだね。これ開かねえや。これなんかね、メモとかがそこら辺に落ちて、そのヒントで開けられるんだけど、だいたい最初持ってたハンドガンあったじゃん。レオンが持つのはマチルダ。それの境界ってパーツとかなんだね。でも俺は強化パーツをされたマチルダが好きじゃないんだね。3点バーストとかになっちゃうから弾すぐなくなるんだよ。ただでさえ外すのに。ちょっと開けたとこ出たね。ここは電気が通ってんの。嫌な音だって言ってるけどさ、それってどんな音なのか。パッて見るとチラッツとチラッツとエイダ発見しますと。でもね、化け物の声がね、奥から聞こえてるわけよ。レオンもな、この時はまあ確かにエイダ別に悪いやつに思えねえもんな。下水道のパンフレット、あー、なるほどね。これ大事大事大事。遊び心と高いデザイン性つって、これがね、後々使っていく鍵なんだよ。クイーンより優雅でナイトより洗練されたポーンのように、愉快な我が社のっていうね。これ後々わかるわ。じゃあ一旦アイテム整理してセーブするわ。よし、セーブが終わったところで、ここにデッキあるからテープを見ましょうか。これすごい重要なところなんで、僕一旦黙んで皆さん仲良く一緒に見ましょうか。やめろ、やめてくれ、ダメだ。
やべ、全然今拡散させたのかすげえ油断した。そう、さっきなんか映像に出てたあの腕ムキムキマッチョメン、あれがウィリアム・バーキンね。あの俺が戦ったやつだね。が何かしらバキバキボリボリとね、ぶっ壊したけど、U 案件エリアのロック解除方法、これこれこれ、なんかねプラグがあるんだけど、これがね、ほらこれポーン、あ、こっちこれ、これクイーンだ。全部あのチェスの駒になってんのよ。でそれを集めてこい、で正しい位置に、はめろっていう。ここだったらそうだね、こいつはめろみたいな。ナイト。でもね、一個も今んとこ鍵がないのよ。じゃあどこにあるって、さっき言ってたあの橋のところに鍵があるっつって、あそこにあるんだね。ね、持ってくれば楽だったんだけどね。なんで持ってこなかったのか知るか。で、こっからもう普通に警察署と同様を探索して進めたいんだけど、とりあえず橋掛けします。弾は別にぶっちゃけね、今すごい潤ってるからいいんだけど、回復がちょっとね、心もとね、あのね、グリハはあるんだけどね、レッドハーブもしくはブルーハーブが欲しい。で、あそこにあるんだけど、こいつが動くから、これはショットガンで早急に、おやすみ！オッケー。先手必勝だね。ブルーハーブはでかい。あの、防御力アップできる。で、ここになんかあるんだけどね、ここはぶっちゃけヒントの紙はどこにもありません。だってここに答えがあんだもん。やばいよな。左に、右12、左8、2、12、8。初めてだな、俺この動画で。これ見せんの。あ、やべ、あーもう過ぎちゃったーん。2、12、8。え、なんで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 、左に、右12、左に、右12、左8。合ってるよな。2、12、8。2。俺一回ミスってたからか。左回し。2。12。8、OKOKOK! オープンでここで出てくるのがストックです。W70 専用の強化パーツ。これはショットガンです。これつけても大丈夫。はい。ストックできたから、もうこれでかなりね、絞った時ね、見やすくなるんですよ。ほらもうかっこよくない？クソかっこじゃない？よし、おしゃれはこの程度にしておこう。で、橋かけてこっち来たから、とりあえずじゃあ先進むか。んやっぱ、クレーのなんのよな。突然バーンやめてね。それは。おる！しっかり狙おう。こっからは。話聞いてた？で、これは、もう2体以上いたら、あ、何してんの使っていいや。やっぱ強いよな、グレネード。一発だぜ。撃たんくてよかったな。距離保ちながらあいつらまとめて一斉走射してよかった。やべ、こいつ動く。下手に起こしたくない。ありがとう、ありがとう。ナイス、ナイス、ナイス。回復潤ってきた。神？
だってこれどうすんだっけ、どう行くんだっけ、どうやってどうすんだっけ。とりあえずこっち行くか。ここに何かあったかとか覚えてないからな。ほぼ初見なんだよ、もう。記憶にないイコール。記憶にないってことは初見だから。みんなと同じ気持ちだから。よし。オッケー。で、ほら、実況見てバイオ買ってくれたって言ってた子たちいたけど、レオン編じゃなくて、なんだ。クレア編やった方がいいかもよ。俺クレア編やらないからさ。すぐにはね。いつかやるかもしれんけど。ここはパーツが足りないね。ってことは、シャッターの固定レバーがそこにあるから、これでシャッターぶち上げて、奥行ってクランクをまた持ってくる必要があるね。だが、皆さん、先ほどいたあのスライムのような物体が、ここにはそう、ワンサカいるんですね。ハンドル差し込み口、言うてでもハンドルがねえんだよな。こっちまだじゃね？ハンドル手に入れてからこっち来んじゃね？多分そうだよな。だから、そこが閉まってる。で、こっちも行ったところでハンドルが閉まってて、こっち。一旦戻って見てみるか。こっちぐるりと。徘徊するしかね、ないんだよな。見て回ることがすごく大事。あ、これあれか、リフトのところ繋がんのか。あ、そうだね。リフトのところ続いたね。で、工具ここで。あ、よかった。先進まんくて。で、これね、エイダが持ってるからね、リストタグがないといけないんですね。そうなんです。リストタグがないと、この先進むことが許されないんですね。あ、金庫側面。これさっきやったやつ。これ、あるのとないのじゃ全然違うからね、ショットガンの威力が。で、ハンドル手に入れたから、さっき即、あそこからやっちゃおう。うん。あそこ。オープン。ぐんぐん進みます。ここ左から行こう。右から行くと飛んでモンスターがいるから。飛んでモンスターと極力関わらないように、ここから開けちゃいましょう。じゃあ開通させます。ハンドルをぶち込み、くるくるくると開けて、はい。ゆっくり開いてくんね。オッケー。で、回収してるね。オッケーオッケーオッケー。道ができた。やっぱ陸線が一番いいよ。いるの、ここに。ほら、すごい。なんだ。なんかプリンに見える。プリンじゃねえ、ゼリーだ。ここに鍵、そう、これ、さっき言ってたあれね。よし。これで拾ったはいいけど、ここから降りると、もう、やつの餌食真っ逆さまだから。真っ逆さまに、いや、でも真っ逆さましていいかな。あ、いや、でも行かない方がいいか。丁寧に上から行こう。こっちはどこに続くんだっけ？あ、そうだ、これ確かぶち折れてんだ。だからここ通れねえんだ。だから真っ逆さまに降りるしかない。もしくは、ぐるりとあそこから帰っていくしかないんだけど、帰ったところで結局、あれ、いるよな、帰ったところで。階段降りて、階段一旦降りてみるか。階段とかはしご。で、ここでしょ？ここにもなんかある。うげえ！ここ通った記憶が俺ないんだけど、これは通る必要があるのだろうが。これ陸登れる？
あ、オッケーオッケー、陸登れね。最悪の光景だ。よしよし、陸登れるんだったらいい。じゃあとりあえずあそこに見えたハーブを使いましょう。はい、子供が生まれましたね。危ない。何が起きた？あいつ陸上がってくる？大丈夫か？この先確かなんかマグナムの弾かなんかあるだけじゃなかったっけ？いや、そんなことねえよな。さすがにこんな難易度設定してんだ。いる？突然ね、ドカンと来るから。いる！こっちダメです。こっち取れません。向こうから回っていきましょう。許されないみたいです。終わったよ、これ。どうするの？撃って、ドカーン出して、抜けてこう。天才チックじゃない？天才チック、天才チック、天才チックです。いやー、もうやだよ。ここアイテムほぼ取り逃し。いらない。あ、許されないかも。え、キモすぎん？キモすぎん、メイベー。で、ここか。なんかいる。なんかいる。リッカー？え、これリッサーの声した今。今なんかリッサンっぽい腰じゃない？え、ちょっと、勘弁願いたい。え、ここの段階でリッサン出てきたっけ？あ、あ、ダメだ、こいつ撃たなあかんのか。あ、一発撃っとくか。もう、こいつ、強い！あの首振りで俺のヘッドショット避けてきやがった。やばい、ハンドガンの弾がもう心もとなくなってきたな。ん？なんか新しい武器の匂いがする。クン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 。これは新しい武器の匂いがしますな。ありがたし。あ、もう回復薬だいぶ、ウェッティーになってきたんじゃない？はあ。ここにいる敵は全員もう抹殺していいかな。いる気がする。で、なんだこれ。なんだこれ。あ？とりあえず、でもなんか鍵が必要そうだね。赤く光ってるからさ、何かしらで扉を開けていくんだろうっていう、私の予想ですが、それは果たしてどうなのか。クイーンプラグが必要。俺持ってないよ。あった！これ一回ぶち抜いて、で、でだよ。ここぶち刺して、ここ開くべ？上行けるようになれるでしょ。とりあえず道が開通できんのはありがたい。なんかあるね、あそこに。なんかあるね。で、ここを開けるためには、キングのプラグが必要。しかし、私はキングのプラグがない。だが、しかし、バット、ゲートケルゼット、ここにある。なんかいた？やばい、幻覚見えてるかもしれない。寝起きの俺には結構きついのか、このチカチカライトは。で、そこ閉まる。ここ降りる。で、ゾンビいるから。OK！ だいぶ無駄にした。関係ない。OK！ で、これでここぶっ刺して。え、これでいいのか？こんな簡単か？普通。はい。オープン。気のせいか。やっぱマジなんかいるように見える。ちょ。はい、手に入れます。化学燃料火炎放射器。でもこれは2個も必要なんだね。場所食うね。え、これどうしよう。
あのね、火炎放射器取るじゃん。でもね、プラグも2個持ってきたいのよ。だから1、2、3、4、合計4つ開けなきゃいけないの。あの、もうしゃあないね。これに関してはね。一旦いっか。火炎放射器持ってきたいのよ、絶対。で、ここの鍵を開けちっちして、で、そこを反対取ったらどうなる？ここ閉まっちゃうから、ここからパズルなんだよね、ちょっと。あの、二つのプラグを回収したいのよ。で、ここキングが必要。だから結局あそこキングは抜かなきゃダメだな。ここのキング抜っ、あー、だるいよ、もう、闇。キング取る。で、ここクイーンだろ？そう、わかったわかったわかった。うわ、ちょっと待って。本当にもったいなさすぎる。ガチでもったいない。回復。どうしよう、これ。下手げになんか、回復もついてきたな、逆にビビって。やらかしマンピしてる、これは。ナイフ。いや、ナイフはいるよな。ナイフはいる、ナイフはいる。だったらもう回復使って、もう当たんなきゃいいだけ、攻撃。敵の攻撃を避ければいいだけ。なに、簡単なことだ。で、ぶっ刺して、で、ここぶっ刺して開けて最後帰り道に拾っていくと。天才なのでは？頭がいいのでは？オッケー。ポーチ欲しいね、ポーチ。アイテムポーチ。絶対取り逃してるよね。オッケー。で、で、ここでとりあえずプラグ2個が手に入った。これ帰るときあそこ通ってくの無理じゃない？でも。どう帰るんこれ。うん。これ、どうやって帰る？いや、でも、こっち向かって帰るしかないよな。やばいよ、それは。かなりやばい。やば、スティックベイベー。こいつはやらなあかんな。じゃあ、あぶつ、仕事くれ！よし。たか。いや、全元気だけど、あいつ。いや、全然元気。すごく元気。これはもうね、貫こう、自分を。痛い！やめて、痛い！やばい、これ毒になった俺。あ、大丈夫大丈夫、ポイズンになってない。オッケーオッケー。あ、もうやだ、ほっといてください。ほっといておくんだ、マジ。いるか、ここも。俺ね、やばいー。こうなった時に必要なのがこのナイフでございます。これであいつとの距離を一回引き離し、最悪だよねってなる。大丈夫です、皆さん。ここで必要になってくるのがこの、手榴弾でございます。でも食え食え、たくさん食え。オッケー。は？こいつやばすぎ？ちょっと待って、本当やめて。ちょっとあの、通して。ガチ通れんのだよ、こいついて。もったいな、手榴弾2個も。いや、ナイフはね、しゃあないよ。破片手榴弾をそんなに使わせんのは、いささかどんなもんなんですかね。
でもプラグ2個手に入ったのはでかい。あ、さ、こっち取れねえんだ。裏から取っていくしかねえんだ。一旦相手のボックス行きたいね。あの、プラグが圧迫してるから、プラグ、あ、こちら。プラグと火炎放射器置いていきたい。火炎放射器いらなかったな。あんま強くないんだよな。普通のザミアも火炎放射器でやるか。最悪だよ、マジで。本当に。びっくりしたわ、今。キュッてなったわ。燃えろよ、燃えろよ。はい。おやすみ。バイバイ。バイバイ。じゃあ一旦アイテムボックスに戻りますか。はい、アイテムボックス戻ってきました。で、アイテムを整理して秋4つになったというところで本日はおしまいにしたいと思います。次回はチェスのプラグ集めて秘密の扉に侵入し、エイダーを救いに行くところまで進めたいと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。